水戸ニュータウンメガソーラーパーク竣工式の神事を開式いたします。天幕のかしこきざなぎの狼まさに日の狼様の恵みをいただいて、このソーラー事業を見守っていただくスタートになろうかと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。3、2、1、どうぞ。おめでとうございます。まあ、これは素晴らしいね。これからのあと電力なんかでもね、貢献することで大変ね、いうことだと思います。シルバー的なね、こう人材の雇用なんかもね、いくらか考えてもらえればね、ありがたいなと思ってるんですけど。再生可能エネルギーはですね、その土地の有効利用、それから、直接の経済の投資効果、それから CO2 の削減、あとエネルギーセキュリティですね、エネルギー時間のセキュリティの向上に役立つという、まあ、非常に社会的な意義がある事業だと認識しています。この水戸ニュータウンメガソーラーパークはですね、発電量は世帯数でいくと約1万2千世帯分に相当します。でこれはですね、水戸市の世帯数の約1割 の、 消費量に相当しますので、そういう意味でも CO2 貢献に、貢献できると思って、 CO2 削減に貢献できると思っています。まあ、竣工式ということで式典を執り行ったんですけれども、今後私どもここでですね、今後20年間事業を行っていきますので、終わりというのではなくて、これ今日からが始まりだというふうに認識しています。で20年間この水戸ニュータウンのメガソーラーというのをやりますので、地域の方と協調してやっていくのは当然のこととして、20年間無事に安全に発電して事業を続けていくということが肝要だと考えています。